ハローアサギーノです。今ねコンビニに行ってきてこの2つを買ってきました。これ何セレクトかというとサークル系サンクスとファミリーマートが経営統合してファミリーマートっていう名前なんだけども経営統合記念に作られた商品らしくて、すごい減ってたからなんか全然そこまでお腹減ってないんだけどなんだか記念を祝して買ってみました。まあそういうことでファミリーマートとサークル系サンクスの統合商品がこちらなんですが、一切別に統合記念感は出てないです。まずキバジャガ、この風にね割れてる系です。開けます。グッドグッド。片揚げポテトほど硬くなくってすごい芋の味がして、なんやろ、 IKEA のポテトチップスみたいな、めっちゃ芋感があってザク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 っていう感じの噛み応えです。これねめっちゃ美味しいよ。このさ芋感があるポテトチップス大好き。あーもうこんなじゃないまた全部食べちゃう。ではお次にこちらチーズカレーうどん。まあこれは絶対に美味しいよね。きっと美味しそうなんやけどなかなかの大きさです。こんなに食べれる気がしません。残ったら誰か食べに来てください。できましたできましたできました。チーズがプカプカ浮いてます。黄色いチーズが浮いてます。ドロドロです。こういう場合、商品を美味しく表現したい場合はドロドロよりもトロトロって言った方がいいんですよね、きっと。ドロドロです。はい、このチーズと一緒にいただきます。このね、すごく麺が美味しいです。そしてとっても味が濃いです。すごい、うどんの麺がトゥルトゥルテロテロしてて舌触りがすごいいいと思います。統合記念商品は完全にキワジャガの勝利でございました。もうなんかそんなに言うこともないのでここでクイズです。さてアサギーニョチャンネル、男性と女性どちらの視聴率が高いでしょうか。だいたい比率は6対4です。ではシンキングタイムといたしまして、このうどん一つかみを私が食べ終わるまでに考えてください。ではスタート。はい、終わり。正解は女性でした。正解者に拍手。これねすごいね、味が濃くって濃くって、濃くって、誰か食べに来てください。置いときますので。私噛み応えのいいものが大好きで、瓦せんべいがお菓子の中で一番好きかもしれません。瓦せんべいってあんまり売ってないよね。なんか人からもらうお菓子っていうイメージがあります。ください。じゃあまた明日ね。最後まで見てくれてありがとう。一つお願いがあります。スマホのみんなはここのチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンのみんなはここのチャンネル登録ボタンをクリック。ツイッターをやってるそこの君、アサギーニョのツイッターもぜひフォローしてみてくれ。そしてコメントグッドボタンをくれるとアサギーニョは今日もぐっすり眠れるのです。じゃあまたね。